かのファンタジックパレード。スカイウェーブ FM を聞いてる皆さん、こんばんは。ポジティブモンスタープロデューサー兼スーパーポジティブアイドル森ふうかです。このラジオはスーパーポジティブアイドル森ふうかの冠ラジオ番組となっております。全国全世界にポジティブを届けていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。本日もスカイウェーブ FM 京成ローザスタジオから公開収録をしております。それでは簡単に自己紹介させてください。はい、スーパーポジティブアイドルふうちゃんこと森ふうかです。本日もよろしくお願いします。はい、そしてアシスタントはアシスタントの神田明神江戸っ子スタジオ公式アイドルみことの新メンバー月野奈々です。よろしくお願いします。いいですね。ちょっと初々しい感じがね、新人アイドルのノリで、でしょとか言わない方がいいでしたよ。失礼しました。はい、今日は新人アイドルにねアシスタントしてもらえるということで、新人です。はい、私のラジオ番組にね、実はまずっとねアシスタントしてくれたということでね、新人ですけど、いやもう新人ですけどね、はい、もういろいろね長くやってもらって私もすごく感謝。ごめん。まあ、ブランディングミスだと間違えてごめんなさい。やめてもらっていいですか？すいません。はい、何も悪いと思ってない、すいません。すいません。はい、そんなコーナーでですね、こちらのラジオ番組では、うん、メールを大募集してます。今日はね、メール全部読むつもりで頑張りたいなと思っております。ますね、それではメールを読みたいと思います。はい、せーの、info@892fm.com。何か伝えたいことだったりとか、質問だったりとかは、このメールアドレスです。もう一回行くよ。せーの、info@892fm.com。こちら日常生活で何か悩みがあったりとか、何かふーちゃんやななちゃんに伝えたいなっていう言葉がありましたら、ぜひこちらのメールでね、タイトルに森ふーかだったり月のななだったりとか、やぶない、また間違いそうになったお名前を、メール送ってもらえればね、うん、すぐうちらに転送される仕組みになっておりますので、うん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでさ、このラジオ番組さ、うん、どんぐらい続いてんだろうと思ってさ、あんたがさ、あんたがさ、アシスタントになってからもう結構長くない？長いと思う。半年ぐらいかな。2月、11月、12月ぐらい。初めて来たのは多分10月ぐらいだった気がする。うん、10月 ?10、11、12、12、3、4、5、6。もう9ヶ月ぐらいやってるってことじゃない？そうだね。やだーん。やだと最初はね、本当にね、うん、もう他人行儀で。他人行儀だったっけ？みたいな感じだった。そうだよね。そうだよ。そうだよ。なんか、うん、私がめっちゃこいつ話すからアシスタントにしとくべーっつって、うん、なんか1ヶ月空いて12月ぐらいから来れる、うんうん、みたいな感じで。そうだったっけ。そうで、なんかもう番組中に、うん、え、もうさアシスタントでいいよねみたいな、おお、はいみたいな。そうだ、そんな感じだった気がする。いや、ありがたいわ。全然一人で喋るのすっごいちょっと苦手なだから。そうなの？こんな感じしないけど、ね。疲れちゃう。なんか。確かに一人で喋り続けるのって難しいのよね。うん、そう。こうペラペラ喋ってるやつがいるとめちゃくちゃありがたくて。そう、アシスタントにぴったりって感じで。いや、ありがとうございます。いや、もうでも長いですね。9ヶ月もありがとうございます。そうですね。初めて私が出てから9ヶ月。ね。しかもファンパレでね、こう、ハッシュタグもすごい増えてきてるから。嬉しいよね。これからもね、ラジオ盛り上げていけるように、そして千葉を盛り上げていけるようにね、頑張っていきたいなと思っておりますので、うん、本日も一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。楽曲はこの曲を聴いてください。それではポジティブモンスターで、スーパーポジティブマジック。ファンタジックパレード。はい、今夜もお送りしていく森ふうかのファンタジックパレード。今日もラジオを続いてたくさんのポジティブを発信していきます。本日も新人アイドル月野奈々ちゃんにスーパーアシスタントをしていただきます。よろしくお願いします。どうもこんばんは、新人アイドルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、この新人アイドルちゃんにもね、いっぱいお手紙が来ておりますので、嬉しい、ぜひ一緒にたくさんお手紙を読んでいきたいと思います。はい、それでは1通目、ラジオネーム、トウイチさん、ありがとうございます。トウイチ、マシマシトウイチ。マシマシトウイチ？ふうかさん、月野さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。いつもありがとうございますって素敵だね。こちらこそですよね。こちらこそありがとうございます。月野さん、いよいよデビューですね。お気持ちどんなですかって、はい、こんな抽象的な質問は怒られますか？デビューに至るまで配信したり、チラシ配ったり、やぶさめの大会に出たり、大変忙しそうにされてたのを遠くから見てました。
その間にも見えないところでいろいろと努力されてたの、されてたのではないかと思います。変わらず頑張り屋さんですね。と、ここまで書いたら来るよね、と圧をかけられそうですね。いよいよ熱くなってきましたので、風花さんも月野さんも体にお気をつけてくださいね、というお手紙です。ありがとうございます。確かにさ、うん、そんな頑張ってるの分かってるんだったら、うん、来いよな。予約ないのまだ。ね。もしもし統一。いや、もしもし統一。うんうん、いや、私予約リスト見れなくて、うんうん、ね。なんか、大岡の時みたいに、いろいろね、パスワード知ってるわけじゃないからさ、うんうんうん、こう、いろんな策を練って、いろんなものを見れるわけではないのよ。そうだよね。そうだね。そういう、もうポジションにはいないわけなので、はいはいはい、そう、ダメなんだけど、見れないんだけど、うん、予約されてないです？ほんと？そんなことある？こんなに頑張ってたのに？ねえ、ビラ配りも頑張って、ねえ、レッスンも頑張って、でもやぶさめもやって、大会で3大会中2大会3位になって、やぶさめの衣装も作って、すごい。お歌の練習もして頑張ったのに、それを分かってるのに来ない統一。どうなの？でも大丈夫だよ。ここまで書いたら来るよねとか圧をかけられそうですね。えへへって喜んでるから、多分、奈々ちゃんのね、アイドルのデビューライブにもね、来てもらえるかなって思いますよ、本当に。私はそう願っております。来てよ。はい。ぜひ、もう改めてもう一回告知しましょうか。あ、もうでも、これ放送日は終わってるから。終わってるのよ。そうなの。あ、そっか。これはじゃあこの時に統一が来てるか来てないかは、その放送日に分かるってことだね。そうなの。放送日にどうなってるかっていうのも、はい。なるほどですね。そうそうそう。理解理解。電波でもしかしたら、統一は、そう、私に、こう、いろいろとね、こう攻撃をされている可能性があります。かわいそう、守ってあげるからね。守ってあげる。いやでもね、ほんと頑張ってる時にはね、やっぱ現場行ってほしいなって思いますしね。ほんとに。デビューライブって本当に一回きりだからさ。そうですよ。ぜひ、会いに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。お願いします。次のお手紙いきたいと思います。はい。ふうかさん、アシスタントのナナシー、こんばんは。こんばんは。毎週楽しみに聞いております。久しぶりにお便りします、うん。いよいよ横宮さんに憧れている新人アイドル月野奈々さんが、横宮さんと同じ担当カラーで、デビューがこの収録日の2日後に決定しましたね。多分これ、前回のお手紙だったんですね。ごめんなさいね。私も2ヶ月ぶりの状況からの、ニコットさんの、ライブを楽しみにしています。はい、ハート、本日のラジオでは新人アイドル月野奈々さんのデビューライブ&新グループへの意気込みなど、ぜひお聞かせください。ちなみに、横宮さんはポジティブレッドですが、月野さんは〇〇レッド、何レッドでしょうか？二人の大喜利よろしくお願いしますというお手紙いただきました。大好きエヴァさん、ありがとうございます。注文が多いな。あれ、あれゆえ、これゆえ、大喜利やれ。いや、怖いよね。若い子ちゃんもいっぱいいても、今日すごい映画館大盛り上がり中でございますね。はい、大盛り上がり中でございます。ぜひ私たちアイドルなんで応援してください。はい、神田明神江戸っ子スタジオの公式アイドルですよ、皆さん。ラブライブ好きな方、神田明神聞いたことありませんか？あ、すごい、ラブライブのファンの方ですか？はい。ありがとうございます。ラブライブのファンの方、公式アイドルです。神田明神江戸っ子スタジオの公式アイドルです。よろしくお願いします。月野ちゃん、スノーハレーション好きだよ。届けて、いや、でもあんまり、下手に歌うと怒られますからね。そうですよね。本当に、ぜひ森風花ちゃんにも、はい、注目してもらえたら嬉しいなって思います。そんなことよりね、今、大好きエヴァちゃんがね、お手紙いただいたということでですね、はい、うん、意気込みをくださいだって。意気込み？アイドルデビューに向けてちょっと意気込み言ってくださいな。はい。まあ、この前もちょっとツイートしたんですけど、やっぱり、こう、環境が変わってね、はい、なかなかこうね、やぶさめに対する活動の割く時間が、やっぱ難しいのもあって、はい、両方でも私はもう、月の7に なるって決まった時に、うん、両方 150% でやるっていうのは、もう決めてて。かっこいい。150!150。100超えて 50! 100超えて50。そんな人頑張れるんですか？すごいじゃん。でも多分それぐらいやんないと、そうね、多分認めてもらえない。やぶさめの活動多分許してもらえないって思った。肩の力抜いてや。もう抜いてや。でもさ、150も頑張らなくていいんだよ。違う違う、やぶさめやってるから、みことが、こう、なんだろう、おろそかになってるとか、やぶさめ、みことやってるから、だからやぶさめこんなんなんだよって言われたくないんだよね。どっちも嫌なの。そうね。どっちもちゃんとやりたいな。二頭ものなんちゃらって言うけど、いや、それは別に、違うから。かっこいい。はい。
どうしたらそんな強くなれるの？強くなれる。いやでもなんだろう。でもあとはあれかも。うん、あのファンの人を守りたいって思った。うんうん、ああ、いい。私も思ってる。常に思うんでしょ、うん、ファンの方を守りたい。守りますって思うし、なんか絶対飽きさせないし、うんうんうん、目が離せないアイドルになりたいなって思ったね。オーカの時はさ、うん、逆だったの。はい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 。普通に私は見なくてもいい、他のメンバー見てください、うんうんうん、私はメンバーを守りますだった、ね。ああ、かっこいい。そう。だけど、うん、なんか、やっぱそれだと、私のことを好きな人を悲しませてしまう。そうだね。こともあったんで、ね。はいはいはい。そうそう。やっぱ自分のことばっかりじゃなかったからさ。うん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 、っていうのもあって、やっぱ、そういう思いはもう私のことを推してくれてる人には失礼だなって思ったから、そうじゃなくて、こう自分のことを考えて、ファンの人も考えてっていう活動にしていきたいなって思うよ。素敵です。はい。素晴らしいです。で、何レッドかって？うん、何レッドだって？すり込みレッドですよ。うん。すり込みレッド？すり込みレッドですよ。だって、そうですよ。だって、すり込んで勝ち取った赤ですから。かっこいい！ 4 月1日から、ずーっとこう、赤ですよ、赤ですよ。黄色じゃなくて赤になりますよ。っていうのを、こう皆さんの耳元で支えてたわけですよ。赤ですからね、って。で、横宮の赤いじりとかもしてたわけですよ。赤ですよ、赤ですよ。なりますよ。激アツレッドっていうさ、名前にしてさ、その圧をさ、圧っていう方の圧と、はいはいはい、激アツレッド。熱い、うん、熱い方の、そう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 、分厚い方と、うん、アチジーの方の圧と。そうそう、そっちの二つの意味を掛け合わせた。情熱レッドとかがいいのに、なんで激アツレッドとか、すり込みレッドとか。え、でもそれでやっぱさ、ふーちゃんは激アツレッド。うん。うん、両方の圧をかけて、激圧、うん。私はすり込みレッド。すり込みレッド。私、オレンジだから、そう。何オレンジなんすか、ふーちゃんは。え、昔は、フレームオレンジって言って、フレームオレンジ、なんか恥ずかしい、なんか、炎みたいな、燃えるオレンジ。私、本当に昔すごく、なんかさ、久々にさ、私今、ポジモンカフェって言って火曜日さ、カフェやってるじゃんか、うん、その時になんか、昔のファンの方とかに来てもらったりとかした時に、うんうん、やっぱ怖かったってすごい言われる。怖かったって言ってた、すごい。私も言われるんだろうな。うん、言われると怖いよ、あんたは。え？いい意味で。ギラギラしてるよ。やだ、やめて。そう、もうなんかさ、私割とさ、一皮向けたと思ってるんだけど。向けてないよ、怖いよ。え？大岡の時より、だいぶ優しい目をしてると思うよ。本当？うん、なんか。え、そう思いませんか？スタッフの一人。そう思いませんかって聞くことがもあったんだよ、ね、それに関しては、もうハッシュタグファンパレで皆さんの意見を聞きたいので、今からツイッターの方に、ね、はい、書いてくれたらすごく嬉しいです。目つき変わったと思うんだけど。まだまだね、ブロックがね、ありますので、はい、ぜひぜひこの後も楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ファンタジックパレード。はい、森ふうかちゃんです。最近ね、ふうちゃんね、ちょっといろいろね、はい、悩んでることがあって、はい、まあ、悩んでないんだけど、実は、私趣味がね、飲酒なの。お酒飲むことが好きで、はい、ビールが好きだから、うん、家で一人でビール飲むことが多々あるのね。うん、多々あるのね。で、最近その頻度が増えてきてさ、はい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 、酔っ払うとさ、夜中にさ、家でビール飲んでても、はいはい、スキヤとかに行きたくなっちゃうのね。で、なんかスキヤで、はいはい、マジで会計2000円とか言っちゃうの。頭おかしくない？なんか、トッピングにトッピングを重ねて？そう、なんか、トッピングを買いまくってて、うなぎのお皿とか、フライド、あ、ごめん、なんかもう、ほんとフライドオニオンみたいなのがめちゃくちゃ美味しくって、うんうんうん、めちゃくちゃニンニクの匂いするんだけど、あと、牛皿と、鮭と、うん、アサリ汁を2個頼んむのと、あと、ご飯1個頼んだりとかしてると、はい、なんかすき家でも2000円ぐらいいっちゃうのよ。で、そんな行く？行くのよ。牛皿が高いのよ、結構。牛皿じゃない、間違えた。うな皿？ああ、うなぎ皿。でも、記憶にないの、ほとんど。なんか、ね、怖いって。記憶になくって、好きやで、私は、酒癖が悪くって、豪遊しちゃってる。信じられない。やめたい。いや、ふーちゃん、ここ、うん、今、うん、新人アイドル枠なんですよ。
このブロック、このブロック新人アイドル枠なんですよ。うん、あの、新人アイドル枠のところで、あの、スキヤで合流して、酒癖悪い、やめたいっていうのやめてもらっていいですか？私、年配アイドル枠だから今。私、新人なんで。うん、やめたいの。やめたいけど、やめたくないんだと思う。まあ。だけど多分歌ってるもん、ね、多分一人で、ルンルーンとか言いながら、多分、スキヤで。スキヤで多分ちょっとちっちゃい声で、なんか、ルンルーンとか言いながら、多分幸せなのよ。食べたいものいっぱい食べれるって多分幸せじゃんか。なかなか合流とかしないタイプだから、本当は結構ケチケチ暮らしてるタイプだから、酔っ払って気が大きくなっちゃって、なんか、ギューズラ、うな丼、フライドオニオンみたいな感じで何でも食べれちゃうから、それだって、スキヤで言ってんの？やってる人。ねえ、怖いって。怖いって。ごめん、本当に。いや、私、でも、でも酔っ払うと割と私走りたくなっちゃう人かも。それもやばいって！なんで走りたくなるのやばいって。わかんない。待って、ハッシュタグ半端で。ハッシュタグ半端で。みんなの酒癖の悪さエピソード聞きたい。私は走りたくなる。そう。なんか、飲みに行きました。やだよ、誰か帰り走ってたら怖いよ。駅から家までの道。ダッシュ。つって走って。危なー。なんで怖い。普通にランニング。ランニングだったらいいけどさ。いや、まぁちょっと走るか。怖いよ。割と走って、なんか、最近、体力がついてきて。自分の中で。あと、本当に体力、ゴミだったのよ。本当になくて。で、その、もうさ、株式会社がブラック企業で働いてたから、本当に、もう家から、こう、職場まで、もう本当に体力を最小限にして、で、生活してたの。もう本当、仕事するためだけの体力しかなかった、私は。体力とかもう、気力で動いてたみたいな、最後の方。で、ぐらいで、本当にちょっと走っただけで、もう、疲れちゃう。駅まで走れない。駅まで半分も走れないんだけど、もうなんか最近、ほんとなんか、なんだろう、前世の最後の方とかはさ、もうやぶさめのために、2年ぐらいはもうさ、筋トレしたりとか、あと、なんていうの？ライブで踊ったりとかしてたから、だんだんこう体力がついてきて、走れる距離が長くなったのが嬉しくて、それは多分普通に。試したいんじゃない？多分そのお酒飲んだ勢いでさ。そうだと思う。で、なんか普通にシラフの状態で、私体力ついてきたっていうのが分かって、ほら、駅までちょっと走んなきゃいけないっていうのがさ、だんだんこう走れる距離が伸びてきたのが嬉しくて、なんかお酒を飲んだ今だったら、もっと走れるかもしれないって思って。自分の無限な可能性を。に向けて走ってるんだ。そう。特徴もろいやん。うわーっつって。本当に駅から出てすぐもうずーっと走って。叫んだりはしないよね。叫んだりはしない。よかったー。逮捕。いや、叫ばないけど、でも、いや、マジで、なんか、ずーっとなんか、最強になっちゃう。私は最強。今日で本当、うわーって走って、なんかもう、勝った気持ちになって、家に帰っちゃった。私もう一個あるよ、酒癖。何？最近だから、ちょっとさ、年取ってさ、酒癖が悪いのよね。もう厄介じゃん。ごめんね、ほんと、マジ厄介だと思う。マジ厄介。ほんとにごめんなさい、皆さん。私、ライスペーパーにもハマってて、ライスペーパーをこの間アマゾンで買って、で、酔っ払ってくると、なんか、ライスペーパーで、なんか料理作りたくなっちゃうの。で、なんか、この間は、本庄よしかっていうアイドルの友達がいるんだけど、酔っ払って、なんか、たまに道散歩してて、お外徘徊して、怖いね。その時に、電話の最初の第一声が、ハムハムハーって電話かけたらしくって、よしかに。怖いなハム語で、ハムハムハムとか言って、で、怖いな怖いでしょ？ハムスターが電話かけてきて。夏だからね、ホラーだな。そう。ハムハムハーとか言って、出したいなーとか電話してくれて、で、お家帰りなってなって、多分お家帰ったのね。で、お家帰ったら。待って、それ覚えてないの？いや、半分ぐらい覚えてる。怖いね。で、最近は酔っ払いながら、ハムハムハムって歌いながら一人で帰ってる。やばいって言うじゃん。ちょっと休んだら。新人アイドルから心配される。本当？限界女子かな。ちょっと休んだ方がいいかもしれない。
うん、森風花休んだ方がいい説。ちょっとね。本当。で最近家帰ってライスペーパー水にさっと濡らして、あのオイコスっていうヨーグルトを包んで、なんかわあ大福みたいで美味しいなーってずっと電話しながら、大福大福ハムハムハムって言って。え、それさ、ちいいのいいの、あの一人でやってるんだったらいいんだけど、まだね。電話。そう、誰かもう第三者とか第二者がいることが問題なのよ。うんやばいんだって。あ、ブーさんやばいよね。誰かにだって迷惑かけてる。ごめんっていつも言って、だから先打つみたいな感じになっちゃって、次の日。怖い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 。やっちゃったみたいな。ふーちゃんもしかして昨日なんかやらかしてましたかみたいな感じでヨシカに言ったら、ハム語で電話かかってきたよって。もうさ、ヨシカちゃんにさ、もう本当にお礼いいな。うん。母の日になんかあげたら。わかった、あげる。もうなんか好きやで豪遊と、ライスペーパー何でも包んじゃうのは、ちょっとやめたいけどやめたくない。いや、そこじゃないのよ。違う。ライスペーパーじゃない。違う。ハム語。ハム語やめた。ハム語。ハム語。ライスペーパーはいいよ。本当？最悪。いやでもさ、30になってさ、ハム語喋ってるアイドルいたらなかなか怖いよね。いや、怖いでしょ。怖いよ、今。ずーっと寒気がするよ、私今。そうだよね。怖いよ。ハム派？怖い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 。電話かけていい？怖い怖い。ダメダメ、絶対ダメ。絶対寝てるから。絶対寝てるから、絶対私ダンスの練習してるから、絶対もうかけてこないで。ダンスお疲れ、ハムハ。やめて。よかちゃん酔っ払っちゃったやめて、やめて。私一回集中力切れると、もうなんか、スパって何もできなくなる。ほんと？もうぐだってなっちゃうから。やめてやめて。もう、あれですよ。もう機内モードでダンスの練習するわ。やばーい。そんなこんなで、はい、森ゆかちゃんね、ちょっと酒癖悪い最近になってきたんですけど、はい、悪いなって思ってるので、気をつけて生きていきたいと思います今日すごい映画の上映日だからめっちゃ聞いてくれてる人いるからね。うん。酒癖の悪さをね。酒癖直します。はいハムハそれでは、月の、あ、星の、あ、奈々ちゃん、何かおすすめの曲を流しましょう。待って待って。このコーナーの後に流す。このコーナーの後に流す。この後。オッケーオッケーオッケー。あ、いいよ。浄化しよう、浄化しよう。あ、そうね。そうね。いいよ。変なやつを浄化して。オッケー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 。オッケー。はい。オッケー。お願いします。今から流す楽曲は、はい。神田明神、江戸っ子スタジオ公式アイドルの、みことの楽曲です。この曲が私は、今、一番踊ってて楽しいなって思う楽曲です。はい、それでは聴いてください。心のサイン。はい、素敵な曲をありがとうございます。ありがとうございます。でもそりゃーとかさ、なんかそれ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 とか言っちゃったらもうめっちゃいい曲だね。 ありがとう。あんまりそういう感じのテンションで聞いてなかったけど、マジ、うん、それ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 あーよいしょで、多分で、そりゃそりゃ第三者だったらそのテンションで聞けたんだけど、うん、もう楽曲もらった瞬間に覚えなきゃっていうテンションだから、あ、いいよいいよ、はい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 、覚えますよ覚えますよみたいな感じのテンションだったから、私だったらもうレッスン中とかもうそれ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 って言っちゃう。いや、もうそんな時間なかったんで、なんかもうそれ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 の時間なかったんで。いやいやいや、もう皆さんがねまだですかとか、はい、もう待てないですよとか、そうやってね、こっちが頑張ってるのに焦らせるようなことをね、言ってくる人もいたわけですよ。うん、怖かった。そう、怖かったのよ。怖かったわけ。だから、なんかね、うん、最短で頑張るために、もう楽曲いただいた瞬間に、うん、覚えなきゃっていうテンションになってたから、そいやそいやの時間はなかったんですよ、ね。そいやそいやそいや、ああ、それそれ、ああ、ななちゃん、かわいい。ありがとう、ありがとう。ぜひぜひ、それ、日曜日やっていただいて結構です。いや、DLM だとしちゃっていい？いいよ。どうぞ。真ん中のフロアでさ、踊っていい？もういい。そりゃ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 次の落ちサビは、なーなーちゃん、そりゃまだね、落ちサビ歌えるようなね、ポジションにいないので。いやいやいや、そんと？そんとそんと、そんと、そんとです、そんとです。いや、徐々にね、いただけるように努力していきたいと思いますのでね。元気になってきた、私、すごい。怖いのよ、から元気。ふーちゃんのから元気、怖いのよ。助けて。ハム？怖い。ハム派？もうそんなことより、うん、あんた、デビューした、はい、もう間近で多分新しく聞いてくれるラジオの人とかもいるからさ。いえ、だからそうなの。だから私今日ちゃんとやりたいのに、ふーちゃんが怖いのよ、今日。
この回。ハムハム。お願いお願い。はい。ふーちゃん。はい。今日は、ちゃんとしよう。はい。うん。どうぞ。あげます。いや、あげます。このコーナーあげます。ありがとう、ありがとう。あと5分ぐらい適当に喋ってください。ああ、ありがとうございます。どうじゃ あ, ありがとうございます。でも、なんかデビューに向けてやっぱ不安もあるわけよ、私。はい、はい、いいよ、何でも相談乗るわ、私が。え、本当にいいよ、何でも話して。本当にはい。いや、でも1個目の不安は、やっぱりふーちゃんがずっと連発してる名前を間違えないかが不安。ああ。一番普通にやっちゃいそう。やっちゃいそう、私も。いや、やってんのよ。じゃあはやってんの。やっちゃいそうじゃない。やっちゃってる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 。やっちゃってんのよ。なんか、普通に、何の気なしに、何の悪気もなしに、うん、結構、ポロって。はいはいはい。言っちゃいそう。その、ヤバさんもやってる時はさ、やっぱ、以前の名前で、やったりとかして、自己紹介も、あ、どうも、なんか、何層目に恥じる、なんとかですとか、うん、なんかそう、挨拶する時とかもあるからさ。うん、なんかそういうのが、あるわけよ。で、帰ってきて、いざ配信で自己紹介するときとかに、ポロッとやっぱ出ちゃう。時がある。そう。それがね、やっぱ、意識、やっぱり、そこは。しょうがない。そうだね。ふーちゃんは芸名。芸名だよ。出ちゃうときない？ある。あるんかい。なんか一人称が例えばさ、私はミッキーって名前だったらさ、うん、ミッキーはね、みたいな感じで言うタイプだったから、うん、昔とかやっぱ1年目とかはショールームでなんか言っちゃったりとか、あ出ちゃってた、ね。出ちゃったりとかしたり、あれあれイブブブブブブってなってた？いや、何もないふりした。でも、うん、ファンの人も、あーみたいな。いや、スルーしてくれる。多分、スルーしてくれたと思う。スルーしてほしい、私も。うん。これはお願い。もうスルーしてほしい。そうだよね。うん。だから私が別に間違えてもスルーしてほしい。え？私の名前を間違えても、スルーしてほしい。スルーしてほしい。私悪くない。え？確か別に悪い悪くないで言ったら悪くない。悪くない。悪くないよ。なんか細野とかにすればよかったね、名前。そしたらさ、なんか。嫌味だから。バレない、バレない。うん、みたいな。細野なのです。なんかちょっと。確かに、そのなんか電話でね、お名前お願いしますって言われた時に、星野奈々ですって言った時に、え、細野様ですかって言われたことあるよ、確かに。いいじゃん、あるある。細野にすればよかった。細野にすればよかった。まあ今から変えられるからまだ間に合うかな。そんなに細くないけど、細野ですとか。おっとおっとおっと、ふーちゃん。おっと、ふーちゃん。嘘、嘘。おっと、ふーちゃん。上半身は細いぞ。細そう。うん。細そう。上半身はまだ細いね。どっちも細いよ、大丈夫だよ。ありがとう、うん。ありがとう。それはでも私、割と懸念点かもしれない。うん、あまあいいよ、別に。それでさ、ファン減るとか絶対ないしさ、名前も言い間違えたりとか。どうでもいいな、やめるよ、そんな。ペッペって感じ。え、そんな、そんな。全然気にしなくて。あ、ほんとに。全然気にしなくて。他は悩みある？あ、でもさ、やっぱさ、このさ、初期からいたわけじゃん。うん、はいはい、前世は。はい。こう。初期面か。前世はね。そっかそっかそっか。前世は初期面でしょ。はいはいはい。もう、初期も初期も初期。はい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 。だったっすけど、うん、まあでも初期の中でも後の方に入ったは入ったけど、うん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 、まあ、最後まで、しぶとく、ずぶとく生き残ったんですけど。うん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 でも、こう、二期生じゃないけどさ、後から入る立場の人間として、こう、どう、身構えたらいいか。でも、ちょっとしかも複雑なんだよね。おそらく、歴で言ったら、私の方が長いから、多分、お互いに、こう、どう、はいはい。扱っていいか分からないみたいな瞬間が絶対あるの。これは私のアドバイスなんだけど、はい、私はもうおもろいやつに徹した方がいいなって思って、おもろいやつ、おもろいなみたいな。なんかしかも、歳とかやっぱ関係なく、うん、なんかやっぱおもろいなって思わせるように、私はもう、後輩から入るところの環境に関しては全部、めっちゃ気使って、なんか、受けを狙って全力で。うんで、やっぱこの人おもろいなって思われて、うん、そっからこうなんか信頼とか築き上げるタイプでやってますね、私は。おもろい女になればいいじゃん。おもろい女な、全力でおもろい女になれば、なんかやっぱ一緒にいて楽しいなとかさ、確かに。なんか一緒にいて楽しいって多分一番大事だと思うから、しかも芸能界とかだったら特になんかまあ普通に会社とかだったらまた話は別かもしれないしさ、うんうん、仕事をまず覚えることが一番とかだと思うけど、うんうん
アイドルは結構やっぱおもろいやつがやっぱいいんじゃないかな。確かに。話しかけやすいなーとか、なんかいい子だなーとか、おもろい。いい子とかよりやっぱおもろいって結構強いと思うんだよね。いい子よりおもろいなんだ。だっておもろい子ってやっぱ強いじゃない。確かに。なんか、わ、叶わないなみたいな。いや、おもろーみたいな。そこで多分、でも、そこに多分プライド持ってやってたんだろうな。可愛い、綺麗、歌、ダンス、前とかよりやっぱ、一番面白い。確かにそうかも。私一番おもろい女になりたかったかと。ね、でも私も前世もそうだったかもしれない。結局、おもろい枠取りに行ってたかもしれない。おもろい枠は絶対譲らないとかもないな。もう普通に全員に、いやもう天才だよね、なんか奈々ちゃんは、みたいな。ポジションだったら結構いいんじゃない？もう、おもろい女として、もう徹していけばいいかな。今それやっぱ可愛いとかさ、綺麗とかのさ、ポジじゃないと思うんだよね、私。一瞬、言いよぎったよ。やりたいところあると思うけどさ、ポジション。そうよ。人間ポジションって取り合いだからさ。まあ確かに。なんかいいんじゃない？そこは譲っても。あ、何？可愛い枠？可愛い枠は譲って、おもろ枠。おもろ枠。全力おもろ枠。全力すごい。頑張ってるおもろいやつみたいな。おもろい人だ、ね。やっぱ、奈々ちゃんいれば安心だよねっていうポジション。確かに。そう。そういうポジションに なるのがいいんじゃないかなって私は、アドバイスで思います。ありがとうございます。はい。なので、ちょっと、そんなあなたにぴったりな曲をね、はい、ここで聴いてもらえたらなと思います。それでは聴いてください。森風花ちゃんで、ふーちゃんナイトフィーバー。お手紙が届いておりますので、はい、手紙を読んでいきたいと思います。はい。ラジオネーム、みなこちゃん、ありがとうございます。こんばんは。毎週楽しく聞いています。突然ですが、はい、生まれて初めてのライブに行くという年下の女の子に、うん、ライブって何着ていけばいいんでしょうかって質問をされました。え、それは私も知りたいってなったので、お便りしていました。これいいよね、フラットね、お手紙くれるのすごい嬉しいなと思います。うん、私の考えつくところだと、うん、開催場所に合った格好にしよう。野外フェスとかライブハウスは蚊に刺されるの危険度が違うぞとか、推しのライブ T シャツとか、推し色を着ていくと、もしかしたら見つけてもらえるかもしれないぞとかなんですけど、他に何かこんなファンが客席にいたら嬉しいなはありますでしょうか。私もライブに行く服装は悩むのでアドバイスをいただけたら嬉しいです。ラジオネームみなこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、多分ななちゃんこれからデビューということで、うん、どんなこう服装だったりとか、まあ、ペンライター持ってほしいとか、うん、いろいろちょっと理想なものとかちょっとななちゃんに聞きたいなと思うんですけど、どうでしょうか。でも私は、みなこちゃんがさっきお手紙でくれたみたいな、はい、やっぱそのライブの T シャツ、うん、が嬉しいし、うん、何よりじゃない？だってそれって、自分の推しってわかるし、自分のグッズがあったらね、まあ、それはそれで来てもらえたら一番嬉しいですね、うんうん、私も。うん、そう。だし、うん、なんか、まあ、メンバーカラーの T シャツも嬉しいけど、うん、うちのグループは、サイン入り T シャツがあって、はいはいはい、なんか、それ嬉しくない？嬉しい。自分のサインが入ってる T シャツ着てくれる人とかめちゃくちゃ嬉しいなって思うし、でもやっぱそれが一番じゃない？うん。めちゃくちゃその、うん、もし公式で T シャツとかが売ってる場合だったら、うん、多分ライブハウスで、だったらそういうのを着てくれたらすごい嬉しいし、うん、あとはさ、うん、あれじゃない？女の子とかだったら自分が好きなブランドをポロって言った時に、なんかその子、そこの服着てくれてたりすると、あ、聞いてくれてたんだって。確かに。思うかも。さ、女の子も男の子もさ、すごいさ、こう、一生懸命さ、おしゃれしてくれ、着てくれてるのかなとかさ、いろいろ考えるとさ、愛おしく思えてこない？思う。私、全人類本当になんか、素敵だなって最近思ってさ、うん、結構、きらびやかに、感じちゃうからさ。きらびやかだよ。その自分のことを応援してくれてさ、自分のこと好きって思ってさ、毎日生きてくれてるんだよ。うん、朝起きてさ、森風花ちゃんのこと可愛いとか好きって思ってさ、仕事頑張ってくれてるなんてさ、うん、素敵なことじゃない？いや、本当に素敵だと思うよ。でしょ？だから、奈々ちゃんのことをそう思ってくれてるさ、ファンの方とかもいっぱいいると思うしさ、うん、レビュー前でちょっと不安になることとか多いと思うけど、うん、あなたにはいっぱい味方がいるよってことを伝えるよ。ありがとうございます。うん、
ありがとうございます。だからみなもこちゃんも、はい、多分今悩んでるかもしれないけど、うん、公式のグッズがある場合は、その T シャツとかを着てくれたら一番嬉しい。うん、そして、推し色のね、フェリーライト持って、そうね。楽しそうにね、楽しんでくれたら一番嬉しいなっていうのが答えなんじゃないでしょうか。うん、確かに、それはそうかも、はい。あとはもうね、なんか、写真とかもすごい嬉しいんだけど、うんうんうん、なんか、やっぱ一緒に盛り上がってくれる方が嬉しいかも。わかるよ、わかるよ。なんか、うん、この曲は、撮って、この曲は盛り上がるとか、うんうん、ずーっと撮られてるだけだと、ちょっと悲しいって思っちゃう時もあるかも。はい、一緒に盛り上がってくれた方が、見てて、目に焼き付けてほしい、うん。うん。思い出をね、いっぱい見てるなって思うとさ、こっちもさ、頑張ろうって思うしね。もう、あとはさ、まぁちょっと話ずれちゃうんだけど、うんうん、なんだろう、ライブの告知した時に、うんうんうん、行くよってリプライがあると、うん、その日、ライブが来た時に、うん、はい、そう、ライブの日が来た時に、こう、準備するときに、来てくれるんだなーっていうの嬉しいよね。そう、モチベになるから、うん、それはね、あると嬉しいかもね。嬉しい。あとね、やっぱりリプの数とかでさ、やっぱ、すごく私たちのモチベーションすっごい変わるし、うん、現場がね、私は今少ないけど、それでもやっぱり来ようとしてくれるね、意識がすっごい嬉しいから、うん、これからも私も奈々ちゃんもね、ファンの方をね、大切に大切にしていきたいなって思っておりますので、うん、ぜひね、私たちのね、応援をね、長続きね、こうアイドルとしてね、していけるようにね、頑張りたいなと思いますので、奈々ちゃん最後になんか、意気込みじゃないですけど、新人アイドルとしてね、はい、ちょっと心入れ替えて、待って待って、私が悪かったみたいに言うじゃん。悪かったみたいに言うね。心入れ替えてさ、いえいえいえ。ええ、確かになんかやったみたいな言い方しちゃった。なんて言えばいいんだろう。前世なんかやってやめたみたいな空気になってるから。違うのよ。心入れ替えて。え、で、違うのよ。意気込みを、はい、お願いします。心は別に入れ替えないですけど。確かに、反省系だよね、それ言ったらね。そうなのよ。ごめん、まあ、でも、心入れ替えるで言ったら、うん、まあ、あれだよね。やっぱ自分のことに目を向けて、はい、やっぱファンの人を大事に、大事に、うんうん。今まではもうなんか、ファンの人からメンバーを守るみたいな、謎の闘争心になっちゃってたから、うんうんうん、どっちかっていうと、こう、私がもうファンの人を守って、もう自分も自分で守るみたいな感じで、やっていきたいなと思っております。素敵ですね、うん。新しい環境ということでね、奈、う、々、ん、ちゃんいろいろな挑戦これからもしていきたいと、はい、していきますので、ぜひぜひ、月の奈々ちゃんの応援よろしくお願いします。森遥香のファンタジックパレード。あっという間にエンディングとなりました。今夜は新人アイドルの月野奈々ちゃんに来ていただきました。本当にありがとうございます。最近はハッシュタグファンパレでね、たくさんつぶやいてくれてる人が多くて、ファンパレってつぶやいてる同士の人たちもさ、すごいこう、この人知ってる、多分なってると思うし、うんうん、お手紙もすっごい増えてきてるので、この番組をこれからも盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、いつも京成ローザさんだったりとか、あと周りのね、そのスーパーさんだったりとか、レストランさんとか、千葉の周りの人たちがすっごい応援してくれてるの、うん、本当に本当に嬉しいので、これからも私がこのラジオをね、たくさんの人たちを応援できるような、そんな強い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 強くて可愛いアイドルになっていきたいなって思っておりますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。そしてですね、森風花ちゃんは今ですね、自分が代表として活動しております、森サークルの、新人アイドルオーディションをやっております。この夏に向けてね、たくさんのね、アイドルの子たちとね、夢を持った、子たちといっぱいお話ししていきたいなって思っておりますので、ぜひオーディションの方も参加してくれたらすごく嬉しいです。さて、そんな私の番組ですが、全国どこからでも聞ける、サイマルラジオからでも聞くことができます。ぜひ、毎週聞いて広めてくださいね。詳しくはスカイウェブ FM のホームページもしくは私の SNS をチェックしてください。そして本日の公開収録の様子が、放送日の翌週20時にスカイウェブ FM の YouTube チャンネルにアップされますので、そちらもチェックお願いします。森風花のファンタジックパレードはそろそろ終わりの時間ですが、この後22時からは一瞬しかないレディオの放送がありますので、引き続きスカイウェブ FM でお楽しみください。
それでは、奈々ちゃん最後に何か告知などありますか？告知がね、今ちょっと7月7日の放送日時点ですと、ちょっとまだ出せるものがないので、ツイッター、みことの公式ツイッターだったり、はい、私の、月の7のツイッターを見て、ライブの情報をチェックしていただけたら嬉しいです。毎週もう土日ずっとライブをやっているっていう、あの、アイドルグループなので、絶対みんなどっか来れるから私に会いに来てください。ぜひぜひぜひ活動がね、頻繁ということで、はい、ぜひ頑張ってるななちゃんに会いに来てくれたら嬉しいです。うん、で、ふうかちゃんもね、たくさんいろいろ活動しておりますので、ポジティブモンスター、そして森ふうかちゃんの応援、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。あと、木曜日にはですね、カレーおごれるチェキだったりとか、ドリンクおごれるチェキっていうのが、買うことができる、森ふうかの今日何するっていう番組もやっております。気になった方はぜひぜひ、チェキの方もゲットしてくれたら、私の活動のすごくプラスになります。今後ともぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。それでは、ポジティブモンスターの新曲の、実はふうかちゃんの歌詞バージョンで、お別れをしたいと思います。こちらも近日サブスク解禁です。それでは最後この曲でお別れです。森ふうかちゃんで、イルミネーションマジック。それではまた来週、せーの、バイバーイ。